医療機関に入院したのは県内に住所がある40代の男性です男性はサウジアラビアやアラブ首長国連邦に滞在していて今月24日飛行機で帰国その際関西空港の検疫所で実施した PCR 検査で陽性が確認されました男性は一時熱がありましたが現在は無症状です県内での接触者はいません 検疫所は男性のゲノム解析を進めていて、早ければ明日にも結果が判明しますが、県はオミクロン株の可能性が高いとしています。また県は全国で市中感染が増えていると注意を呼びかけました。本日あたりからの規制があのピークになってきますので、えー、まあ大都市部からの。 往来も増えてくると思いますので、少し警戒感を持って、日常生活を送っていただければと思います。